はい。改めまして、サスメド株式会社の上野と申します。本日はお時間いただきましてありがとうございます。それでは、こちらのスライドに沿ってですね、私の方から、ご説明をさせていただければと思います。私どもの、まず取り組みについてですね、まず弊社のビジョンですが、ICT を活用することで持続可能な医療を実現するということで、このサステナブルメディスを略して、サスメド株式会社と称しております。具体的な取り組み内容についてはですね、こちらのスライドが、全体像を表しております。で、弊社がデジタル医療プラットフォームというものを有しておりまして、これらを活用することでですね、治療用のアプリの開発を、弊社単独であったりですとか、製薬企業さんなどと共同で、迅速に開発を進めるということを行っております。またこの治療用のアプリに限らずですね、医薬品も含めて、こういった治療に用いるものというのは、治験の実施というのが求められますが、その治験の効率的な実施をするための基盤技術としてですね、私どもサスメドソースデータシンクというふうに呼んでおりますが、この臨床試験システムというものも、自社で活用したりであったりですとか、共同開発の中で使用したり、あるいは製薬企業の方々にご提供するという取り組みを行っております。また、こういったデジタル技術を医療の中で使うことでですね、よりデータが取得しやすくなるというところがありますので、そういった医療データの活用を見越して、医療でビッグデータ分析の取り組みというのもプラットフォームを活用した取り組みとして行っております。まず、それぞれのプラットフォームについて、簡単にどういったものなのか、ご説明できればと思います。まず、この QDTX、治療アプリの開発のプラットフォームですが、こちらの治療アプリの開発経験をですね、これまで有しておりますので、新しい治療アプリを開発する際に迅速に開発できるためのプラットフォームというのを、特許技術を実装した形で構築しております。右側のようなですね、スマートフォンのアプリだけではなくて、医療機関で、この治験を行う際に管理するためのシステムですね、これらを連動した形で、立ち上げるような仕組みになっていまして、これを活用することで、エンジニアがゼロからスクラッチで開発することなく、迅速に複数パイプラインを並列で推進できるという仕組みになっております。ですので、後ほどご紹介しますように、弊社のような規模の、会社でもですね、複数のパイプラインを、並列に開発を進めることができているという背景になっています。続きましてが、臨床試験システムですね、サスメドソースデータシンク、SDS などというふうに略して、表しておりますが、こちらについて、ブロックチェーンの技術を臨床試験に用いるという特許技術を弊社が有しておりまして、これを実装したシステムになっております。試験を実施する際にですね、データの信頼性の担保を行うというのが、レギュレーション上求められておりまして、通常は、それを CRO 企業の方々が、労働集約的に照合作業などを行うということで担保しているわけですが、こちらを弊社のブロックチェーン技術を使うことで、いわゆるモニタリング業務という部分をですね、レギュレーションに遵守した形で、システムで代替することができるという仕組みになっております。こちらについては、弊社の、治療用のアプリの開発の中で活用するというところもありますし、共同開発の中で、使用いただいたりですとか、あとは他にも、医薬品の治験ですね。そういったところですでに活用いただいております。また後ほどご紹介しますように、治験以外のところでも、このブロックチェーンシステムの、活用というのが今、広がってきているところになっております。また、医療ビッグデータを分析するための基盤システムが、このオーサムインテリジェンスという、システムになっております。クラウドベースで、機械学習のデータ分析を行える仕組みになっておりまして、この技術を使うことで、製薬企業であったりですとか、アカデミアがすでに有しているデータを機械学習で分析して予測モデルを構築する、そういった取り組みを行っております。また今後、
治療アプリを上市した際にはですね、治療アプリ経由でビッグデータが集積される形になりますので、まあ、それらのデータの利活用を見据えて、この基盤との連携というのを見越しています。で、続いて、私どもの取り組んでいる治療アプリの分野についてのご説明になります。ご承知の方もいらっしゃるかと思いますが、この治療のアプリというのは、医療機器に該当しますので、医師の診断処方に基づいて、患者さんのスマートフォンを用いて、自宅で治療に用いるという形になります。ですので、この医療機関で処方されるアカウントというものを利用して初めてアプリにログインすることができるという仕組みです。で、このログインした後はですね、患者さんご自身のスマートフォンを用いて自宅で治療を受けるという形になりますので、日々の患者さんのデータがまあサーバーに集まってくるというところも新しいところになりますので、このデータをサーバー経由で医療機関で確認をして、治療方針の策定などにも活用するという形になります。また、遠隔医療などと違ってですね、アプリ単独で治療するというものになりますので、治療の各ステップでは医師の介在は不要なものとなっています。こちらもご存知の方は多いかとは思うんですが、今、世の中に多数あるヘルスケアアプリとの違いの部分ですね。ヘルスケアのアプリについては、まあ、あくまで健常者が使うものという形になりますので、治療ですとか、疾患の診断、そういったものを謳うことはできないものになっています。まあ、一方で治療用アプリについては医療機器に該当しますので、医薬品、医療機器と同じようにですね、治験でエビデンスを持った上で承認を取得して、初めてまあ販売できるという形になります。また、皆保険制度も用いてですね、保険適用が活用できる形になりますので、私どもも保険適用を目指して各プロダクトを開発を進めているという形になります。で、こちらが、弊社が有しているパイプラインになっております。弊社単独で開発しているものの他に、製薬企業の方々と共同開発しているもののパイプラインになっております。不眠症の治療アプリにつきましては、こちら今保険適用に向けて、取り組みを進めております。で、その他開発が進んでいるものとしましては、SMD401、402、201、これらについては、実試験に向けての取り組みが進んでいるという状況になっております。また製薬企業との取り組みについてはですね、こちらのスライドでは一番下の耳鳴りの治療用アプリというものを、杏林製薬さんと一緒に開発をしていまして、今、特定臨床研究を実施しているという状況です。続いて、こちらが、パイプラインの、続きとなっております。で、この中ではですね、SMD106 というものが、アスカ製薬さんとの共同開発の事例として、こちら、開始、臨床試験の開始に向けて、今、取り組んでいるという状況になっております。これら治療アプリの他にもですね、診断用のアプリというものも、今、開発を進めているという状況になります。妊産婦のうつであったりですとか、発達障害である ADHD の、診断用のアプリというものを、開発を進めております。で、前期、2024年6月期の、重点施策がこの4点になっております。まず1点目は、不眠障害治療用アプリの販売開始というものを、重点施策として掲げております。また2点目はですね、後続のパイプラインの開発を進めるということで、まあ、これらの、パイプラインの開発を、重点施策として掲げておりました。で、3番目と4番目については、プラットフォームですね、臨床試験システムの活用の部分になっています。で、臨床試験システムの新規案件の獲得であったりですとか、あとは、治験以外のところで、この技術を活用するということについても取り組んでおりまして、具体的にはレジストリというものですね。これはまあ、承認されて上市されて以降の、医療ビッグデータの、データ管理の仕組みですが、そこにブロックチェーン技術を用いるという取り組みになっております。で、それぞれの、進捗について、ご紹介いたします。まず、不眠障害の治療アプリの販売開始については、保険適用に関してはですね、
2024年1月の時点で保険適用の見送りというものが出ておりますので、こちら、一旦保険適用希望書については取り下げを行っておりまして、まあ、制度変更に応じた保険適用希望書の再提出に向けた調整を進めているという状況になっています。また、販売のところにつきましては、塩野義製薬さんと販売提携契約を結んでおりますので、引き続き保険収載後の、販売計画ですとか、そういったところの、具体化を進めているという状況になっております。その他の、重点施策の進捗については、こちらに記載の通りとなっております。まあ、後続のパイプラインにつきましても、実際に臨床試験を実施して、まあ、次のステップに進んでいるものであったりですとか、あとは、先ほど申し上げたように製薬企業の方々との取り組みについては特定臨床研究を開始したりですとか、そういった取り組みを行っております。また、ブロックチェーン技術を使った臨床試験システムにつきましては、耳鳴りの治療アプリの、特定臨床研究で、実施、現在使用を、行っているという状況になります。なので、まあ、すでに稼働中の医薬品の臨床試験に加えて、まあ、こういった新規の、案件を受注しているという形になります。また、レジストリのところについてはですね、具体的な、疾患のレジストリの構築が、まあ、始まっておりまして、まあ、静脈疾患レジストリというものの構築の、基本合意を行って、まあ、実際の、構築に向けた取り組みを進めているという状況になります。業績面の、ご説明になります。前期のですね、事業収益としましては、3億4200万円での、着地となりました。予算としては3億4600万円の予算としておりましたので、400万円ほどショートした結果となっております。一方で、販管費の方の圧縮が、できた部分もありまして、営業利益としては、3億6400万円のマイナスという形になっております。で、研究開発の方を、進めることで、まあ、こちらについては、2億4300万円の、研究開発費の費用、使用という形になっております。で、セグメントごとの、実績になります。まず、DTX のプロダクト事業についてですね。こちらについては、杏林製薬との耳鳴り用の治療用のアプリでのマイルストーン契約が、まあ、売上計上されたという形になりますので、2億円の、事業収益となっております。また、プラットフォーム事業の方につきましても、まあ、安定的に収益を獲得しておりますが、前期は、黒字だったのに対して、今回、追加開発をしているという部分がありますので、セグメント分析としては、こちら、赤字となっております。で、これら、前期で追加開発した機能については、来期以降、今期以降ですね、売上に、収益に貢献していくというふうに考えております。財務状況がこちらのスライドの通りとなります。財務基盤については、まあ、こういった形で強固な財務基盤を維持している状況となっております。続きまして、2025年6月期の業績予想をご説明いたします。まず、事業収益についてですが、パイプラインにおけるマイルストーンの収入を見込んでいるということ、それからプラットフォーム事業での収益拡大を見込んでおりますので、事業収益としましては、4億7900万円ということを見込んでおります。また一方で、採用活動を進めているというところであったりですとか、まあ、研究開発についても、後続のパイプラインの開発については着実に進めていくということになりますので、営業利益の部分については、マイナス5億8300万円というのを見込んでおります。また研究開発費についてもですね、今期以上に、しっかり投資をした形で、後続のパイプラインを進めていくという予定になっております。また、重点施策をします。先ほど申し上げたように、不眠障害の治療用のアプリにつきましては、保険収載に向けての取り組みを進めておりますので、
重点政策の1番目に、この保険収載というものを掲げております。また続いてパイプラインの開発の状況ですね。まあ、前期から引き続いて、それぞれのパイプラインを開発を進めていくという形になります。これまでの開発してきたものもありますし、新しく、パイプラインとして追加されたものもありますので、これらについては、それぞれの臨床開発を進めていくというのが重点政策の2番目です。それから、プラットフォーム事業につきましては、臨床試験システムについてですね、使用事例を今後横展開をすることで増やしていくということを予定していますので、複数試験での稼働を、掲げています。また、レジストリへの展開については、前期から、開始されている、静脈疾患のレジストリシステム、こちらの、稼働を本期中に実施するということを、重点政策として掲げております。私からの、決算の説明としては以上となります。よろしくお願いいたします。